東京都は14日からスギ花粉が飛び始めたと発表しました。例年よりも2日早いということです。都は2日以上連続でスギ花粉を観測すると飛散の開始としています。都内では14日と15日に複数の観測地点でスギ花粉が観測されました。飛散の開始は例年よりも2日早く、去年よりは3日遅いということです。花粉の量は去年に比べると2倍程度増えますが、平年並みと予測されています。花粉の飛散は3月中旬にかけてピークを迎えるということです。